はい、ありがとうございます。先ほどまでは遠成さんが JICA で何をやっていたのかっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、29年間 JICA 勤められて、はい、辞めるっていう決断をしたのも気になってるんですけど、はい、なぜ辞めるって感じになったんですか？これは僕が早期退職をして新しく立ち上げた団体、はい、アフリカ野球ソフト振興機構っていうね、英語で言うとジャパンアフリカベースボールソフトボールファンデーションっていうんですけど、その取って J-ABS ですね、J-ABS って読むんですけど、J-ABS を立ち上げて、はい、まあ、それに専念するためだったんですけど、はい、私の JICA 生活30年のうち約19年は兼業だったんですよね。ちょっと待って、3分の2兼業してたの？ガーナから帰ってきて、その時にアフリカ野球友の会という NPO 法人を立ち上げたんですよ。それを立ち上げて、これちゃんとね、人事部長にお願いして、はい、兼業させてくださいと、はい、給料は出ないけど法人登記してちゃんとやりたいんですって言ったら、はいはい、その時の人事部長はね、すごく懐深い人で、職員のそういう多様性も必要だから、はい、いいよって言ってくれて、第1号JICA兼業すげー認めていただいた第1号。そうなんですね、はい、でそこからやってきたんですけど、はい、NPO 法人だと限界があってね、JICA に働きながらっていう、だからもっと本格的になっていきたいと思ったんですよね、ということもあって J-ABS を立ち上げる時に、JICA を辞めてやろうって最初思ったんです、ところがその後に南スーダンに行った時だったんですけど、南スーダンから帰ってきたら、最後の所長職を最後に引退して、こっちに専念しようと思ってたら、コロナがね、世界中を覆ってしまうわけですよ。そんな中で立ち上げた J-ABS、 この状況をどう打開しようかって思った時に、J-ABS がこれから事業をやっていく中身っていうのが人づくりなんですよね。我々の事業がね、アフリカ甲子園プロジェクトっていうんですけど、それぞれの国で全国大会を開いて、全国大会に出たいがためにみんな一生懸命頑張るっていう、日本のね、野球文化、甲子園大会ありますよね、こういう形にすればみんなが一生懸命野球できる環境ができるなと思って、それを各国に作るっていうのがアフリカ甲子園プロジェクトなんですけど、それはただ野球やるだけじゃなくて、野球を通じた人づくりなんですよね、野球をやることによってどんな価値が身につくか、例えばディシプリン、規律だったり、リスペクト、尊重する精神ね、それからジャスティス、正義、こういったものを野球を通じて育むことができますよという形にしていって広げていこうっていうふうに考えたんですね。これをやっていくにあたって人づくりっていうけど、人づくりをするときに、この野球を通じてどんな人になったらいいのっていうモデルもね、必要だなと思ったんです。その時にね、私が考えたのは、アフリカ55甲子園プロジェクトのアイコンっていうかね、こういう人みたいな方たちがいるとするならば、この人しかいないと。それがね、松井秀喜さん、スポーツマンとして偉大な人になった、これこそがね、アフリカの人たちに知ってほしいスポーツマンの究極の形だなと思ったんです。松井さんにぜひね、我々と一緒になって、このアフリカ野球、アフリカでの人づくりをね、協力してもらえないかなと思ったんですよね。そうなんです。で、自分はこれにかけますと。だから松井さん、ぜひね、応援してくださいみたいに言っていかないとダメだなと思って、そういう風な準備をして、彼のね、側近に当たる人が何人かいたんですけど、その中でもこの人だろうなっていう人にアプローチをして、その思いをぶつけてね、もう辞めた後だったんですけど、辞めてこういう風に考えてますと、松井さんに会いたいですって話をして、そこまでの覚悟なら松井に聞いてみますみたいな感じで、聞いていただいたら話を聞いてもらうことになったんですよね。そう、Zoom で連絡させていただいて、野球を通じた人作りアフリカにってことをお話ししたら、それを私はね、アフリカ中に広げたいって話をしたらね、すごい、そりゃ壮大な夢だなとかっておっしゃっていただいて、彼自身が自分が野球で育ったってことを本で書いてるんですよね。だから野球を伝えて、それによって子供たちが育つということは素晴らしいことだと思います、僕にもできることがあったら協力しますっておっしゃっていただいて、J-ABSのエグゼクティブドリームパートナーになっていただいて、まさかの、パートナーになったんですね、すごっ。我々の活動っていうのは3つのコンポーネントがあって、アフリカ55更新プロジェクトってまず名前があります、この55っていうのは松井さんのね、背番号で有名な55ですけど、そういうことかじゃないんですよ。これはアフリカは54の国と地域合わせて55ですよね。アフリカ中にって意味があるんですなるほど。だからアフリカの人からアフリカ55っていうと、あ、オールアフリカって意味なんだねって分かるし、日本の人からするとアフリカ55、あ、ゴジラがサポートしてるんだって分かるっていう、だからアフリカ55更新プロジェクトっていう名前なんですよね。で、何をやるかというと3つ柱があって、1つは野球がまだまだマイナースポーツだから、野球道具がまず少ない、野球道具を向こうでもなかなか入手困難だから、それを集めて送りましょうとか、野球場がなかなかないですよね、サッカー場はいっぱいあっても、サッカー場って石がゴロゴロしてもみんなやっちゃってるから野球ができないわけですよ。まず石を拾って野球場を作るところから指導しようとか、こういったことがまず環境整備として1つ目の柱で、2つ目の柱っていうのが、これがね、実はメインなんだけど、人づくり野球教育なんですよね。人づくり野球教育っていうのは英語ではね、ベースボーラシップエデュケーションって
これ実は造語なんですよ、はい、ベースボーラーシップエデュケーションっていうのは簡単に言うとスポーツマンシップを野球を通じて子どもたちに育む、うんうん、若者たちに育む、これをベースボーラーシップエデュケーションっていうふうに言ってるんですよね。でこれをやるにあたってどうやってやってるかなんですけど、はい、ここにねうちのオリジナリティがあって、はいはい、私はね25年間アフリカで野球やってきてるんですよねでナショナルチームの監督もやってたし、はい、全く野球知らないところから積み上げていったし、そういう中でいろんな指導の仕方をしてきた中で、私自身もすごい勉強になったことがあって、日本では当たり前になってた野球のことをね何にも知らない人に伝えるためにはきちんとねその説明の仕方が必要になるんですよ、うんうん、例えばね試合前に例しますよね。試合前に例をするっていうことは日本では当たり前の風景なんだけど、そんなことやってる国は海外ではないわけですよ、はいはい、じゃあ僕らがね例をしようって言った時になぜ例をするのかっていうことを伝えないと分かんないですよね、うん、習慣ないから、うん、確かに僕は説明するんですね。相手チームがいるから僕たちは君たちは試合ができるよね、そして審判がいるからみんなは試合ができるんだ、だから相手に対してリスペクト、審判に対してリスペクト、それをお互いにやるから礼をするんだよって伝えるとなるほどって分かってみんなが礼をし合うってなってくるんですね、うん、そういうように一つ一つのやること、それから学べること、リスペクトしなきゃいけないこととかっていうことを伝えていくっていう、これをねメソッド化したんですよ。テーマがあって、はい、よくあるアフリカのシーンみたいなのがあってね、うんうん、例えば時間を守る、あ、なるほどなぜ時間を守らなきゃいけないのかっていう、まずタイトルがある。スライドは4枚なんですけど、はい、2枚目のスライドで、はい、アフリカではこうですよねって、3時の集合だけど3時40分には8割集まって、でそこから練習スタートして最後に1時間経って全員集まるけど、その間にパラ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 人が集まってきますみたいなことを書いて、それが普通じゃないですかって聞くと、あ、そうそうそうみたいなねじゃあ私はどうやってそういう人たちに伝えてきたかっていう、まあ、コーチングガイドっていうページがあって、はい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 、それを伝える。で最後にどういう価値を伝えますか、はい、例えばディスプリンとかリスポンシビリティとか、そして予期して準備することとか、まあ、そういったことをね伝えることができるよね。これで全部の一つのコマンドなんですね。でもそればっかりだとあれだから、はい、やっぱり野球の技術も伝えたいということで、そこに松井秀喜さんが登場するんです。なるほど。松井秀喜さんにあらかじめナイジェリアの選手たちの映像をナイジェリア野球連盟の人に撮ってもらって、それをニューヨークにいる松井さんに送って、松井さんがそれを見ていろんなアドバイスを私とズームで話し合って、それを録画して、それをナイジェリアに行った時に映しながら私が同時に解説しながら教えるっていう、こういう野球教室。そう、これはね松井さんと一緒にやってるんですよ。すごっ。うちのあの YouTube チャンネルで出してますから、やば、ぜひ概要欄に載ってるんでえ、そうなんですね、はい、で3つ目の柱が甲子園大会なんですよね、うんうんうん、ですからいろんなねセカンダリースクールの子どもたちが全国大会を目指すと、でそこで目指すために審判も必要だし、スコアラーも必要だし、そして何よりも環境が必要ですよね。それを支援していこうっていうことで、この3つ、うんうんうん、環境整備と人づくりと甲子園大会、うんうん、これをやるのがねアフリカ55甲子園プロジェクトなんです。なるほどですね。今ようやくアフリカには行けるようになってき始めたんですかね。もうアフリカ2回行ってますね。ニューヨークも松井さんの後に行きましたから3回行ってるんですけど、はい、で実際事業もやってきてます、はい、今はとりあえずこのアフリカ55甲子園プロジェクトに賛同していただいて SDGs への貢献につながるので、その SDGs への貢献の中でこのプロジェクトに賛同していただける企業にパートナーになっていただく、はい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 、で一緒になってこれを広めていくっていう活動していくっていうことで、法人と個人にはドリームパートナーになっていただいて、この事業を支えていただくっていう形で進めてるんですね。そういうことなんですね。いや面白い。そうなんだ。ちなみにアフリカ55甲子園プロジェクトがあるじゃないですか、はい、それって甲子園っていうのはやっぱりなんか目標がないと、はい、やっぱ頑張れないとか、はい、やっぱあるんですかね。スポーツは特に目標があるから一生懸命頑張ると思うんですよ。そっか、しかもそれがないと遊びになっちゃうんですよね。あ、確かに、うん、特にアフリカとかだったらマイナースポーツなんで、そうですね、そういう全国大会とかそういうのもまだないんですよね、うん、多分ね。そうですね、大体地区とかはねあったりするけど、はい、なかなかそういうのをオーガナイズするの難しいし、確かに確かに、やっぱり一つのノウハウですよね、はいはいはい、最終的にやりたいのは、はい、東西南北のアフリカの地区代表を決めて、はいはい、その地区代表が日本にやってきて、はい、日本の夏の甲子園大会の後にアフリカ甲子園大会をやるっていうのがね僕の最終的な夢なんです。夢ありますね4つの地区から来て派遣を甲子園球場で争うという、リアルな甲子園球場。いやいいですね。もしアフリカの野球に興味がある方とかいたら、うん、どうやって友成さんとつなげられればいいですか。あ、そうですねまあ、あのホームページありますし、はい、Facebook ページもありますし、はい、Twitter もやってますし、はい、ぜひねそういったところで検索していただいて、はい、覗きに来ていただければなと思います。もちろんです。あの概要欄にも貼っておきますのでぜひご覧ください、はい、よろしくお願いします。じゃあ本日はですね、国際協力の中でも野球を通して人材育成をされている友成さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。